19世紀中期の家屋、リュトフテー。コプリフシティツァは、ブルガリア西部にある自治体、及びそれを中心とした基礎自治体である。ソフィア州に属する。その名前はイラクサを意味するブルガリア語のコープリーバに由来する。スレドナゴラ山脈の中、トポルニツァ川沿いに位置する。1876年の4月放棄の中心となった町の一つであり、現在では、 歴史的なブルガリアの建造物が残され、民族音楽祭が開催される観光地となっている。コプリフシティツァは19世紀のブルガリア民族復興期時代の特色をよく残した町である。町はソフィアの東1 1 1トル程度に位置する山岳地帯の中にある。全部で383軒ある建物のほとんどは修復によりかつての姿を保っている。 武器や民族復興期の芸術作品、工芸品、織物、刺繍、民族衣装、宝物など、当時のブルガリア人の民族史学的な遺物も数多く保存されている。また、1876年にオスマン帝国の支配に対する抵抗として始まった4月放棄の最初の引き金となった町である。1965年以降、 ブルガリア民族祭がほぼ毎年この地で開催されるようになり、多くの音楽家や工芸家などがブルガリア各地から集まる。民族祭では街を取り巻く、牧歌的な丘陵地帯を背景に、数多くのアーティストのパフォーマンスが繰り広げられる。コプリフシティサの民族祭では、アマチュアの音楽家にとって、注目を引きつける数少ない機会であり、共産主義時代には、 数多くの民族音楽作品がこの地で収録され、バルカントンより発売されている。2012年9月時点での居住者数は2405人であった。標高は1030メートルの丘陵地帯にある。コプリフシティツァ基礎地帯は、コプリフシティツァのみにより構成される。トドルカブレシコフテイ、ゲオルギベンコフスキゾありがとうございます。